これは何ですの？え、これで運べたりしないの？え、うわ、びっくりした。僕が見えるんだったらもっと優しく接してくれないから、こう見て友達と剥がれて困ってるんだ。どうやって運ぶんだろうな。これをさ、乗せるんでしょ、多分。あ、つけれる。こういうことなの？で、これで、運ぶの？こうやって。馬につけれないのかな？馬逃げちゃうんだよね。これでも地道に運ぶしかないのか、こうやって。なんたる遠い回り道。ってことは、空島のさ、上のやつもさ、コログ引っつけていけたんだろうな。あれもコログだったのか。さすがにちょっと気づけなかったな。さあ、もうすぐだ。もうすぐ会えるぞ。この原始的な運び方、本当に合ってるのか分かんないけど、これでやるしかないよな、もう。はい、ありがとうございますと。こう、よかったらこれどうぞ。うわ、かける2。でかっ。またね、と。いや、ちょっとコログ、上の方もやりてえな。この壺何？これはなんか、意味ある。そして、神綱の祠。それよりもこっちが気になる俺。とりあえず祠からやるか。一心の戦い。え？これ力の試練これ。力の試練な気がする。しかも待って、武器もなんもない。え？何これ？どういうこと？やべ。気づかれた。こいつらを倒さないと、ダメってこと。これは、スクラビルド。これをつける。いった！強すぎ、待って。回復は？回復もねえ。なんだこの無理です。何これ、クソムズなんだけど。どういうこと、なんでいきなり装備を俺奪われてんの。初めて普通に戦闘で死んだな。ここからさ、まず弓矢で、耐久とか気にしなくていいから。OK。待って、撤収するとさ、スタミナ回復してないこれ。気のせい。OK。まあいいや、これでいいだろう。やべ、ラッシュが取れない。はい、もういいや。めんどくせえ。ぶっ潰す。オッケー。ダッシュなんていらん。普通に殴ればいいんだよ。道具の金をとこう。急にさ、前触れもなくそれやるのやめてくんないっすか。マジビビったわ。こういう試練もあんの？普通の力の試練よりも辛いじゃん。マジか。で、地味にやべえ武器手に入った。丈夫な太棒に鉄球か。トゲの鉄球だからクソ強いぞ、これ。いや、マジボックリに相手。マジコロコロ俺行こっかな、俺。バネ盾。ゾナニウムを素材として使ったゾナウ族の盾。その特性を利用し、ゾナウギアをつけた時に消費エネルギーを抑える特性、特徴か。消費エネルギーを抑える、だから、あれっすか。カリュウの盾とかつけたら、あ、顔か。頭か。全部違うわ。多分そういうことでしょ。それ専用ってことだと俺思ってるんだけど、違うかな。今のところさ、盾につけれる系のゾナウギアってこのカリュウの頭ぐらいだよな。まあ、いずれ使うか。まず先に見張りのやつを潰さないと話にならんな。ほら、やっぱりスタミナ回復してるわ。で、カリュウの頭で、あ、燃えない。これで、あ、そっか、待て、やめて、ごめんごめんごめん。なんもないっす。なんもないっす。なんもないっす。パラセル持ってるとか、持ってると思ってたとか、そういう、あれじゃないっす。え、これ強すぎない？これヘッドショット。待って。えぐいんだけど。永久じゃん、もう。半永久的にこれ倒せるぞ、相手のこと。マジ？ブレワイですらさ、空中スローって最強だったのに、余計強くなっちゃうよ、こんなことしたら。あ、やべ、狙われてる。一発。青ボコっつってもあんまり強くないのかな？結構余裕だな。正面から突破できる。あ。爆発あるけど、炸裂させよう、これ。はい、ドナイヤ。はい。お疲れ。いや、俺、うまいな。なかなか俺、焼きリンゴ。なかなか俺、ティアーズ・オブ・ザ・キングダムしないっすか？結構操作に慣れてる感じはするよ。はい。はい、お湯。はい、お湯。いや、もう完全にもう、頭がもう、ティアーズ・オブ・ザ・キングダムになってるわ。ブレワイは過去だ。トゲボコ弓だ。強えぞ、これ。これで、素材を探すっていう。これもまた一つの手ですよ。ビタロックと違ってさ、あらゆる素材を見ることができるから俺、強えわ。あ、これがあれか。始まりの大地か。始まりの大地行ってみてえな。もしかしたら時の神殿の上行ったらパラセールもらえるとかないかな。さあ、開けましょう。サファイ来たね、サファイ。もう早いとこ黄色い目印のとこ行こう。ちなみに今プレイして6時間以上経過してますね。全然疲れないんだけど。なんだこれ。全然疲れないけど、ちょっと編集もしておかないといけないから、そろそろね、やめ時を伺ってんだけど、まだ見つかんないっすね。これって戻り子だよね、多分。あ、違うか。あ、あれじゃね？あれ戻り子でしょ、あれ。あれで上に行く感じになると俺は思う。いや、でも待って、パラセルないとマジで空島話にならんのよな。いや、まあ、行く。
でもすまん、行くだけ行ってみろ。ちょっとやばい、嫌な音聞こえた、嫌な音聞こえたって。いたな、あいつだな。俺はお前を許す。はや、待て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 、うざ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 、うぜえ。リモコン爆弾ねえから処理のしづらい。 OK、 オクタ風船ください。来た、オクタ風船。え、矢につけて飛ばせば狙ったところにつけやすい。わかんない、狙ったところにつけやすいってなんだ。飛ばしやすいんじゃない。てか結構チチュが勝てんだよな。なんだこれ。あの結構ね、リモコン爆弾で火力20だから、まあそういうもんか。でこれを戻り越したい、こうでしょ。え、待つよ俺は。また始末は。あ、戻った。え、何これ、どういうこと、なんでこれこうなんの、これ予行練習ってこと。そして皆さん今見ました、ちゃんとありますよこの望遠鏡振り向き。さりげなく使ったけど、今の戻り子は何だ、意味があるのかそもそもないのか、それすらもわかんねえ。あ、待って、あれボスボコボリンじゃない、あれボスボコボリン来ちゃいました。やべ、勝てえかもしんないこれ。よし、俺あのキースの目玉標準搭載してるんで、ダメ今の。はい、トゲコンボでお願いします。硬えな意外と。よし、まず素材を回収で、ここで満を持してこれだよね、これで燃やす。はい、もう勝ち。これ強すぎるもん本当に。やばい、火炎の頭 OP です、覚えててください。序盤においてこの火炎の頭マジで OP だから。でちょっとご馳走は、ご馳走はちょっと後でやろうか。お前は後、先にやるのは上の方だ。やべ、バレた。 OK、燃やして、でコンボで殴る。待て、攻撃しろ。 OK、 これで飛ばす。でこれ落下死するからしないわ。ただ OK、 さあこれであとはボスボコリン、お前だけだ。まずはお前を焼いてやるよ。お前絶対火に弱いだろ。まずこれで、はい、まずは燃やす。さあどんどん削れてるよ、大丈夫、そんなことしててねえ、大丈夫、燃えてますよあなた、いいんですかそんな悠長なことしてて。はい俺は一切手を下すことなく、お前たら燃え死ぬんだ。まあ最後ぐらいラッシュ決めてやるか、わかんない、ラッシュのタイミングわかんないっす。何それ、突進してくんのお前。やべ、ナメプした。新しい敵にナメプしたらこうなる。しかも一発かよ。だから横ジャンでラッシュできるタイプなのか、それすらもわかんない。試す方法がもう死ぬか、ラッシュできるかの問題になってくる。燃えてください。ちょっと待ってくれ。一発なんだけど基本的に。死にゲーが始まってる。死にゲーが始まってるわ、このゲーム。ちょっと丁寧に立ち回ろうか。まず馬持ってるから、これで空中スロー入れるんですよ、どこでも。はい。で、はい。無限空中スロー編。OK。燃やすか。OK。燃やした。さあ、素材を回収していこう。OK。ちょっとね、ラッシュが、ちょっとビビってる部分もある、正直。怖いんだよね。一発でも食らったら死ぬから。トゲボコ立て。何それ?なんか食らったし。見えなかった、今。意識外からの攻撃だった。まあ、よかろう。お前らもろとも燃やしてやるよ。お前マジ許さねえかな。さっきのあの突進攻撃は何だ?これがマジで強すぎる。はい、武器振っててください。それでお前の寿命は縮まるから。OK! まあラッシュできるかどうかわかんないけど、それはまた、ボスボクブリね、牙。またそれはちょっと、おいおいやっていこう。すげえな。もう斧じゃん、これ。攻撃力がそこそこ上がる。もうもはや斧ですよそれ。あ、やべ、俺が欲しかった武器が燃えてなくなった。まあドンバイだな、仲間はもういねえぞ。これチェインできる、これ3発で多分いけそうだな。さあこれで何が手に入る。トゲ鉄球削岩棒、もうなんかいろいろ混ざりすぎてわけわかんないけど、まあこれね、岩砕けるんだったらもうこの石の手斧とかいらないのかな、どうなんだろう。いや、削岩棒か。まあこれいらないからするか。で、結構大事なトゲボコ弓を回収させてください。うわ、見てみんなこれ、こっから後ろから行けるんだ。
あいつもさ、あれ冬打ちいけんのかな。いけるとしたら結構有益な情報ですよ。それは壊せる岩を発見しました。洞窟、草笛の丘の洞窟、明かりだっけ。料理に使うとその発酵成分で食したものの体がぼんやり光る。そんな料理もあるのか。何でもござれだな。リンクさん発酵するので、多分大体この上にはこういうやつがいると。 OK で、ルミが来るよ。無理絶対無理。あいつを捕らえるのはもう無理と言っても差し支えなし。え、うわ、エレキチュ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 じゃねえ、エレキキース。あー、これあれか、電気で通電してんのか。え、あ、これあれなの、金属だから通電とかそういうわけでもないのか。普通に殴ったらダメなのか。あ、これを壊せば、あ、爆弾で吹っ飛ばせば一気に取れるっていう算段か。なるほど。さあやりますか。痛い。はい、まあ余裕ですね。ここら辺はダメージ食らったけど、ダメージ食らったけど余裕です。結構この洞窟深めか。ん、なんか岩落ちてきた。危ねなんかたまたま回避したけど危なすぎでしょ。やべ、斧が壊れそう。斧だけに、おーのーっつってね。あおー、兵士を取れて。お前か。そうなる。もうやばい、マジで強すぎる。ここ、これ分かった、これでしょ、これ正解だと思う。え、早くうんち出して。うんち何個出すんだこいつ。 OK、 ただそんなに食らってないそんなに食らってない。炎でいくか。はい、 OK、 殴っていこう。おい、結構柔らかいか。この武器が強いだけか。待って、行かないで、行かないで。兵士の盾、もういいっすよ。え、なにこれ、めちゃくちゃあるんだけど洞窟。あれはなんだ、怖い。違う、違うか。あ、まずい、まずいです。これ放電します。ここね、 OK。 さあこれでまた殴る。早っ、今回のため攻撃なんて早いな。ダッシュもそうだけど、でまた電気を吐くでしょ。その後が狙い目。はい、勝ち。強い、この槍強いわ。これなんだ、これあれか、ボコブリンが拠点にしてるってだけか。電気の実、破裂すると電気を発する実。おお、これが電気の矢ですね。雷雨下で強力な攻撃を繰り出せる。こういう感じになっちゃったの、攻撃アップ系って。もう純粋な火力アップはもうないのかな。本当にその説マジ濃厚だぞ。また兵士の盾だ。盾がここへ来て潤沢になってきたな。え、何これ、屋敷みたい。トパーズ、これいいね。トパーズはいいとして、何ここ、これめっちゃいいのもらえるんじゃないの。100ルピーとか。ラバースーツ、ここで、ここでラバースーツ。多分リンクが着てたものをここに祀ってんだろうな。リンクもこれ使わないからいいよ、好きに使ってっつって、でリンクに助けられたハイラル人がここで祀ってると。これは英傑様が着ていた神聖なる衣みたいなそういう時代背景が見えるぞ。まあここはもうこれで終わりっていうことかな。これで通れるすれば帰れるのか。いけるね。これなんかさ、洞窟、めちゃ長い洞窟を探検してさ、通れるぐらい帰ろうってなったら、またなんか違う。え、おはようございます。あ、でも戻っちゃった。びっくりして戻っちゃった。こんなピンポイントに来るとこある、来ることある。すごいびっくりしたんだけど。で、さっきの話の続きなんだっけ。何話したか分かんない。あ、そう。なんかすげえ異端の地に来ちゃったみたいな、そういう展開も、まあ、あり得るよな。これ一気にこのセーブまで行くの、いけないのちょっとめんどくさいね。R、まあ、R 流すればすぐ行けるのか。特殊アクション。まだいっぱいあるな。まあ、そこら辺もまた、おいおい、レクチャーしてくれるんだろうな。早く、あの、黄色いとこ行こう。目的地行こう。さすがに。と思ってたら、拠点を見つけてしまうと。もしかしてあれ、待て。もしかしたら、あれは、岩ロックなんじゃないか。はい。まずは、雑魚を潰すと。そして乗る。ほら、来た。待って、やっちゃった。やっちゃった、俺。降りちゃった。イエロック岩ロックじゃないの、お前。待て。はい、うまい。ちゃんと狙えます、僕。どうやって登る？どうやって登るこれ。上に登れば俺の勝ちだと思ったけど、バカなことに折れちゃった俺。ここから登れないかな、無理か。ああ、いや、これはもう死んでいい。ちょっと俺がミスった、さすがに。これは俺は負けるべきして負けるべくして負けだな。まさかの岩ロックじゃなくてイエロックという名前とは、これはたまげた。名前まで変わってんのかあいつ。はい、ワン
この回復する機能マジで噛みすぎて、これ乗って、で、これですよ。これあれだね。多分クリティカル入ってんだ、これ。いわらく弱くなってないこれ。こうなんの？もう分かってはいたけど、やばいなぁ。これなんか、爆発するやつなかったっけ？爆裂みたいな。あ、これか。はい。くっそ、これ風。マジか。乗れないじゃん、これ。これどうやって倒すの？リモコン爆弾ないとマジできついんだけど。これキースの目玉か。こうして。で、これ上登れねえんだよな。ほら。で、これ嫌がって、攻撃できなくて、危なくて、うまくて。イエロックさん強すぎない？うますかですが、ここで。満を持して。これで、はい。はい。あ。よし。弓が壊れそうか。オッケー。これしかないのか。あ、やっちた。やばい。馬ごめん。許して。いやー、今ちょっと、弓壊れてるの忘れてた。空中スロー使えなかった。ちょ待って、これ作戦マジで大事だな。もう最初でゴリゴリに削ってさ、あとはもう弓でチクチク殴るっていう。それしかない気がしてきた。で、サイダーダメ。よし。壊れそう。OK。壊れてもいい。これで、あとは、ぐるぐる。OK、OK。倒した。なんか音がなんもない。なんで音、待って。音消えたんだけど。あまりに早すぎて、音を置き去りにしてしまった、これ。強すぎたか。俺が。ただ音楽聞きたかったな。終わりの時のあの、てん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 ってやつ。これは？これスクラビルドよ、これもしかして。一応、持てはするけど、そういうことじゃないよな。とりあえず、宝箱開けるか。ここから武器があれば嬉しいんだけど。まあないか。ちょっとこれ運んでさ、いい武器が見つかるまで、旅していいですか。こういうことするからね、俺。あ、縦でもいいのか。縦につけようかな。縦でこう、眼強度上げるみたいな。これどう？あ、これ弱そう。これ多分ミスったわ。ミスった。これ絶対武器につけた方が強いやつだ。今のちょっと悔しいから、ちょ、戻るわ。イワロック倒すとこまでカットしてください。OK！ 倒した。最大効率。さあ、これでまた、アクト。まあ、確かこれはルビーだよな。まあ、普通に使っちゃいましょう。めっちゃ強いじゃん、これ。17？ 大体もう敵が落とす素材は武器に使った方がいいな。この流れで行くと。また敵の拠点ですか。もういいって。もう俺をどんだけ楽しませたいんだ、このゲームは。オッケー、まずは、一冊。あ、岩が落ちてきた。あれが、戻れ子か。で、お前も、殺すと。よし。で、こっから、ステルスね。あの、こういう、この赤ボコなんて、ステルスしなくてもいいのか。やべ、結構硬いか、これ。よし、OK。さあ、流暢に行くよ。ナイス。さあ、これで、OK と。ここは特になんもないか。あ、いや、いいのあるじゃないですか。さあ、何が出るか。削岩棒。いいね。武器が手に入るの嬉しい。怖くか。結構ね、戦い連戦してるから、武器が枯渇してきては、いりますよ。なんか、べらぼうに強い、弓ないかな。今、そういうの求めてます。さっき、地上に舞い降りた、石があったよな。あれも、気になる。これに乗って、行ってみますか、上の方に。うわ！これ、ガチだ。ガチなやつ来たわ。ただ、待てよ。待て、俺、大事なこと気づいた。これ、上行ってもさ、パラセルないから、どうやって島に乗るの、これ。よし。ここで、セーブしとく。ここで命をつなぎ止めておく。これ落ちたら死ぬのかな、やっぱ。これで、上の様子伺えっていう、そういう感じですか。そういう意図もあるのかな、この、落ちてくる岩って。今見た感じ、空島なかったよな。あ、大丈夫だ。奇遇だったわ。そしてこれは？これどう？あ、いけるか。あ、違うか。なんかあれ、コルクかと思っちゃった、今の。疑心暗鬼ですよ、ここまで来たら。すべてを疑え、すべてに疑問を投げかけろ。これが名誉教授としての生き様だ。そしてまた祠を見つけてしまう。俺はどこに向かおうとしてるんだ？ジオシーニオの祠。そしてもうすぐだな、俺が行こうとしてる場所。ちょっと今日は、この祠クリアしたら終わるか。次の日に、あの目的地に行こう。もうちょっと今日は遊びすぎた。
敵と戦闘しすぎた。もっとスルーしてもいいんだろうけど、やっぱ戦いたいよね、ここまで来たら。知恵の輪、これなんか難しそうだな。早速なんか知恵の輪っぽい形がありますが、なるほどね、これを通せと。はい、知恵の輪、はい、メンサはい、メンサと。一応私、まあ、高い IQ を持たないと入れない学会っていうのがあって、あ、メンサって言うんですけど、まあ、一応僕それの会員なんで、よろしくお願いします。メンサ会員ともなれば、こんな祠へでもねえと。これで終わりか。新たな知恵の輪がありますよ。これもまあ紐解いていくか。ただ俺はできれば宝箱ね、あれを全部に回収するから。俺はこれできるっしょ。え、いけないのこれ。やべ、挟まった。え、これできないってちょっと料金が違うんだけど、どういうこと。こうか。あ、来た。はい、一発。あれが宝箱か。まあ、こういうことでしょう。え、落ちちゃった。もう帰れるこれ。あ、帰れるか。さあ、何が入ってるか。鉱石。オパール。え ?55 レベル2だ。やった。使うか分かんないけど、まあ、あって損はなしと。そして、これは全部入手。ナイスです。こういうことだと思うんだけどさ、逆か。あれ。やべ、メンサが。メンサ会員。あれ?メンサ?いった。こういうことか。こうでしょ。はまった。え、そういうなんの?え?そうなっちゃう?これ、ぜひよ、と。これでいけたら、草ですね。草ですね。オッケーオッケー。はい。はい。これ、天才。これ、IQ200 ね、これ。もうどうでもいいから、これでいけるでしょっていう。頭だけじゃないんだな。力技も、時には有効だから。うう、気持ち悪い。新穴?新穴?その変な物体には近づかない方が身のためですよ。それは正気で言って触るとどんどん体力が失われていくんです。まあ、知ってますけど。地上に言えば回復する?ってことは、触れても地上に戻ればその分回復するのかな?ちょっと触れてみる。あ、ごめんなさい。ごめん。ごめんなさい。奪われて動けなくなっちゃいますよ。私みたいにね。ああ、そういうことか。すぐ戻れば回復するんだ。まあ、あいつとはね。違うんで、僕選ばれし者なんで。すいません。どんだけ深いんだよ。ここがせり上がった場所なのか。上になんかある。見えない。穴を覗いてる人に急に声かけちゃう。確かにな。深穴調査か。ゾナ調査隊の中でも激アツ案件。で、監視取りで。監視取りで行かないとな。天変地異の時に生まれたこの大穴のこと。これと同じのが世界中にいくつもできてる。俺たちのアイドル、ジョシュアちゃんのために、この調査は絶対失敗できないんだ。来たよ、なんか新しいキャラクターが。監視取りでいいの。あっちには大きな塔みたいなのが見えるだろ。あっこが俺たちの本拠地みたいなもんで、ジョシュアちゃんもそこにいる。っていうことは、次から急に話しかけんじゃねえぞ。こっちは朝っぱらから調査で大変なんだから。ちょっと気が立ってるね。疲労が溜まってるのかな。ストレスが溜まって、やっぱ人にぶつかっちゃうよね、そういうの。少しは休んだ方がいいぞ。ちょっと、空島戻って、スタミナ回復したら、回復というか増やしたら今日は終わるか。こいつもやっぱ生き返ってんのか。ガノンの赤い月のおかげで。ってことはこいつはガノンの手下ってことになるけど、それでいいんですか。話が違くないですか。ラウルさん、お前たちの命を受けてここを守ってるんじゃないの。なぜガノンの呼びかけに応じてるんだよ。さあ、帰ってきましたよ。授けますよ、僕。頑張りをください。頑張りが欲しいです。頑張りの器。増やす。です。やっぱこれよな。HP よりもこれなんだよな。大事なのって。正気で失っていた力っていう、そういう感じなんだよね。そこがちょっとブレワイと違うとこなんだよな。Tears of the Kingdom 2日目やっていきましょう。まあ、あれから1日ぐらい経って、まあ、動画とかね、編集してて、ここちょっと気になるなってとこが、まあ、結構あったので、今回はそこをやっていこうかなと思います。でまず一つ目は、まあ、コログなんですけど、一応空島にある、運ぶ系のコログですね。そこはね、こんな感じで、やっておきました。どっちもかける2個もらえるからね、結構運ぶ系のやつはやっとくべきですよ。で、俺が気になるのは、このアミーボですね。1日経ったから、まあ、なんか中身変わってんじゃないかっていう。まあ、特にね、エポナとかが手に入るといいかなと思ってます。じゃあまずは、こちら。お、来たね、宝箱。お、剣だけじゃん。闘争心が向上し、攻撃力が増すと言われてる。これ、やっぱあるんだな。万能で使える火力アップだと思うんだけど。で、中身は?お、ハイリアのフード生地。これ今、騎乗してるリンク使ったんですけど、これもパラセールにつけるやつだな。剣そうだ。いいね。
なんか今からでも剣岳が群生してるとこ行っても良さそうだな。多分同じだと思うんだよな。兵士の弓いいね。あ、そう、あとボックリにも開いて、もうやりたいこといっぱいありすぎてさ、早くやりたかったんだよな。このティアーズ・オブ・ザ・キングダムのリンクのアミーボが届きました。はい、これも使っていきましょう。まあ多分は騎士が手に入るんじゃないかと思ってるんだけど。え、騎士の剣。城を守る騎士が装備してた剣、ピンチの時に進化を発揮し、ハートの残りが1個以下の時に強力な攻撃を繰り出せる。そういう効果。でも騎士の剣火力7だな、あんま強くねえぞこれ。大丈夫か。まあコンボと交換するか。なんでこういうさ、旅人系とかってこんな朽ちてんだろうな。もうブレワイの時代は古いものという印象をつけようとしてるのかもしれないな。ウルフリンクは多分今回はないのかな。ウルフリンクさん出てこない可能性が高いですよ。でラスト、トアプリリンク。はい、やっぱ来た。絶対来ると思った俺。はい、登録します。だからね、このうまい撮りを始めたんですけど、絶対来るもんな。いや待って、なんかさ、ポイントをさ、貯めるとさ、いいって言ってるじゃん。他のうまい度で登録すると、ポイントもらえるんですよ。だから、ちょっと、近辺の、あれを、うまい度探して、そこで登録しようか。ちょうどあの、ガッツ岳とかさ、マックスラディッシュが、いっぱいあるであろう場所を僕知ってるんで、そこに行きましょうか。いや、エポナやっぱ早いわ。見てください、これ。この速さ。しかも、初手、夏起動マックスだからな。これは使わない手ないでしょ。な、これ。日だまり草。日当たりのいい高空に生える野草。日の光をたっぷり浴びて育った花弁は、料理すると、正気に蝕まれた体を治癒する能力がある。今後なんかそういうデバフ系のやつが出てくるのかな？正気耐性的なね。いや、気になりますね。はい。私気になります。あれ？またいたわ。コログも裏でやっておくっていう説もあるよな。正直なんか動画で見せる、ほどのものではない気がするんだけど。こっから運ぶんだったらさ、これで、こうやって運んだらダメ？届かないか。なんか馬のさ、引っ張り力みたいなのあるじゃないですか。多分それってね、まあゆくゆくは馬を引っ張って台車を動かすみたいな、そういうのがあると思うんだよね。だからそれが手に入ったら、ああいうコログもね、やりやすくなると思います。金のリンゴ。普通のリンゴに混じって時折見つかる神秘的な輝きを放つ果物。食べると味わったことのない甘みが口いっぱいに広がり、美味しいと。なるほど。たまにって言うけど、この木に2つ入ってたぞ。そんなにいいものなのか。たぶん悟り山とか行くと、もう金のリンゴしか生えてないやつとかありそうな気がするけど。悟り山も結構序盤に行った方がいい場所ではあるよな。俺のこのオールダンジョンのね、経験が生きてますよ。ここは？あれ？なんかある。何あれ？行くでしょ。おはようございます。本当に迷いなんて生き物が洞窟にいるのかね。起きた。迷いについて教えてくれんのかな。うわ。だいたいここにいるハイリア人、ビビってんだ。北東のオルディン地方にある森の馬宿に行ったちょっと怪しい二人組に、森の馬宿？迷いが落とす落とし物を探してほしいって頼まれてる。これはメモでしょ。結構いいお宝と交換してくれるみたいだから美味しい話じゃんと思ったんだけど、洞窟の中なんて何がいてるか分かったもんじゃないと。ちょっとビビってんだな。お宝くれんのか。そしてルミがいました。あいつ一発殺しとくか。はい。まあ、こんなもんでしよっか。こんなもんで許しといたらか。お、ルピー、ちゃんと、あれだね。A ボタン押さないと回収できないようになってるわ。さあ、出現のうまい度到着しましたと。さあ、うまい度ポイント1ポイント。あ、これあれなんだ。訪れるだけでいいんだ。特定の受け取り、お、ご希望でしたら、承認ある第一窓口、了解です。登録しまーす。さあ、どうなるでしょうか。え？待って、どういうこと？え、なんか俺、あれ？あれ？なんか見覚えがある名前がいるな。これ、ブレワイのデータ引っ張ってきてる可能性ある。なんでエポナこれ引っ張りないのこれ。エポナをエポナで交換するという歪な構造が生まれてますが、やってみるか。はい。対戦争できますと。同じやないかい。どういう反応するんだろうな。まあ、一応20ルピーぐらい払っといたらか。1ポイントね。ポイントも欲しいからな。あ、同じだ。もしかしてあの伝説のエポナじゃないですか。ゾーラ族は大変だった。原因不明の汚れで水が汚染されてしまったとか。ゾーラ族は水の民だから死活問題。多分ガノンドロフのその正気にやられて水も汚くなったのか。そして、ちょっともらおうか。引っ張りハーネス。馬の鞍とセットになった強硬度ハーネス。資材や荷車をハーネスの後部に連結すれば馬で牽引できる。これであれを運ぶんだろうな。あと1ポイント貯めていただければ、なんと馬神様の騎士がリンクさんのものに。馬神様か。果ての村の染色屋、あそこで
あれなんだ、パラセールとか変えれるのかな。ただ俺、肝心のパラセールをまだ持っていないんですけど。で、そのハーネスってどうやって使うの？エポナじゃあさ、ハーネス使えないとかいう説ない？なんかその気がしてきた。この中だったら、やっぱりこれかな、ブエナビスタかな。こいつも結構強いけどね。ただブエナビスタはいいな。ディープインパクトはスピードが速いけど、引っ張りも丈夫さもないから、ちょっと旅では怖いんだよね。これでいこう。これ名前変えらんないかな。ちょっと名前が、ダセーというか、なんか、安直すぎるというか。はい。お、ハーネスつける。きたー。これですよ。ハーネスに荷車なんかつけるときは、大荷物を運ぶこともできますので、ご活用くださいと。これつけたときにさ、変わったりすんの？速度とか。あ、なんか遅くなってる気がするわ。なんかこれ自由にさ、付け替えできたらいいのにね。さあ、そしてテリーさん。このテリーは、やっぱり火消し上げか。まああると思ったけど。何これ水の実って。中に高圧の水を溜め込んだ木の実。手足の動きを滑らかにする成分によって、料理して食べると、早く泳げるか。はぁ。まあいらないかな。ここから、かかりこ村の輪っか遺跡の調査に行かないといけない。輪っか遺跡。天変地で落下してきたゾラーの遺跡は、世界中で確認されているんだが、かかりこ村に落ちてきたゾラーの遺跡は、珍しい輪っかの形をしているだけじゃなくて、その中にあったゾナウ文字が刻まれた石板から、賢者魔王なんて言葉も見つかった。唯一ゾナウ文字が解読できる我々調査隊のリーダーが、直々に指揮を取って調査している、今一番ホットなゾナウ遺跡。かかりこ村は、ちょっと訳が違うっぽいね。これ地下世界広がってるこれ。ワンちゃん。文字の表記出たから多分そういうことだな。これはミニチャレンジか。お客様、まだ日が高いですが、この森の裏へは近づかない方がいい。この辺では見られない強そうなやつがネジロを作っちゃって。あれ絶対やばいっすよ。それに見てくださいよ。ネジロだと。俺が潰してるよ。俺、せっかく頑張って井戸を作ったのに、あいつらのせいで使えなくなっちゃって。まあ、井戸自体は新しいの作ったからもういいんですけど、それよりもあいつらがこっちに来ないかな、かかったが心配で、夜も眠れなくて、奴らの視界に入らないように背後から不意打ちでもできれば、何度か追い払えるかもしれないと。はあ、誰かのでかいのだけでも追い払ってくれたらな。まあ、とにかく裏の森には、近づかないように。近づかないようにって言われたら、まあ、近づくよね。あれ？ここら辺に、ここらないの？撤去された。ワンチャン撤去された説あるよ。スペアバッテリー。操縦痕。でも、イカダ使って、こうやって泳ぎながら操縦もできるっていうやつか。で、このスペアバッテリーは、多分バッテリーの量が増えるとかそういう感じかな。じゃあ、ちょっくら倒しに行きますか。裏から行くといいとか言ってたけど、別にいいよな。あ、祠あるじゃん。こんなとこにあったわ。スカロクの祠。そしてやつか。不意打ち。これでいくでしょ。岩ロックハンマー。これはなんか不意打ちをこう、覚えさせようっていう、そういう場所ですか。よし、倒した。あ、弓が怖いんですよ、弓が。まずあの弓持ちを土幻化せんといかんと。はい。OK、一般、ワンパンね。危ね、見えてるぞ。お前の攻撃なんぞ。早い。ごめん。はい、見えてます。そこまで舐めるな、リザラフォス。やべ、ガードされてる。耐久がもったいない。なんでそれかわせる。さあ何発だお前、何発で死ぬ。3発ね。はいはいはい。いやーやっぱ覚えてんな、ここら辺は。はい、リザルフォスの角と。こいつも攻撃力上がる系のやつ持ってるね。そしてこれはリザルシールド。きたー。リザルシールドいいっすよ。ハイラルボックリ。油分を多く含んでおり、燃えやすく焚き火に比べると火力が上がる。え、火力が上がるってなんだ、何に使うんだろう。そしてここにはもう、ガッツ系とかマックス系がない。ナーフされたわ。この地形最強だったのに。ずるない、ちょっと。そしてこれは何だ？この先に何かあんのか？あ、矢印だ。え？これってこと？はい。目ざといですね。さすがに。洞察力の鬼ですから。一応僕、あの、知る人ぞ知る、洞察力の鬼って言われてるんで、まあ、手だれとか名誉教授とかはね、まあ、言われ慣れてるんですけど、洞察力の鬼でもあると。目ざといんですよね。はい。じゃあ、ほこら、行きましょう。まあ、あの報酬、多分、なんかミニチャレンジ、あの、やったから、報酬もらえると思うんだけど。まあ、そこは後でいいでしょう。進む力。スカロクのほこら。進む力。これか？これはなんか弾だな。なんだこれ。弾運べばいいの。なるほど。上には、運べないって感じか。これ経由していけんのかな？なんかちょっと、怖いんですけど。例えばこうして、え？あー！多分、弾の上に乗ってさ、行くのかなこれ。なんかそんな気がしない？違うね。多分違うかもしれない。なんかスカボミを感じるんだけど、そういうわけでもなかった。で、ここで、はい。タレサーフィンが生きると。なんだこれ。何をすれば、勝ちなんだこれ。
なんかギミック多すぎてマジで意味わかんねえ。奥にもあるし。え、何これ？やること多すぎない？あ、なるほどね。おそらくこれ、弾を運ぶ系のミッションだと思う。俺は思ってる。で、最終的に最初のところについて、弾を入れて、よくできましたって感じでしょ。これをこうやって持ってって、あ、なったわ。で、これくっつけて、こう戻り子使ったら戻るのかな？え、先にこれ動かして、でも後で戻り子使うのかな？そういうこと？ここまで持ってきました。で、これ。はい。で、こう。おい。これ正解でしょ。はい。頭いいね。長らくなんか謎解きやってないから、あまり俺冴えてないかもしんないけど。よろしくな。で、これはなんだ？宝箱。これ、取れるんだな。なんか前水辺で使った時、取れなかったんだけど、その差はなんだ？ゾナニウムの強剣。丈夫な剣だから多分これよりも強いんだろうな。体調エッジよりも。これでいくと、削岩棒いらねえか。で、これ水が逆流してるから、これも多分戻れ子使うもんだと思うんですけど、どうですか？これ合ってんのか、わかんないけど、とりあえず、こうやって、あ、そういうことか。これでもういけんじゃん、じゃあ。あ、待って、行かないで。行っちゃう、これ。あ、行っちゃうね。ちょ、わかったんだけど、あれを取る方法がわかんない、俺。いや、届く。届くはず。ありがとう。まあちょっと盛大にぐだってますね。え、なんでこれいけないの？誰か教えてくれ。これいけない原理を教えてくれ、誰か。あ、いける。あ、いけた。いけた、いけた。この板をこう、足場にして乗るっていう。で、俺が考えたのは、まずこれをくっつける。で、これを上に乗っける。で、前に行くと。まあこうすればいいか。ほら、片方しか動いてないのか、これ。いや、両方動いてるよな。こういうことじゃないの？言ってるよな。頑張れ。いけるよ、いけるよ。お前ならいけるよ。よし、オッケー。これ合ってるよね、さすがに。なんか俺が思ってた挙動じゃなかったけど。まあ、いけてるでしょう。一番最初はさ、水流使ってさ、あそこから逆にこう流して、向こうに行くみたいな。そういうの考えたんだけど。ただこのタイヤじゃ、水渡れないだろうから。まあ、これが多分、成功法だよ。まあ、でもこのゲームに成功法とかないからな。可能性は無限大だから。で、戻ってきました。あ、これ。あれか。代わりに。あ、いいのか。代わりにこれ物置かなきゃいけないかなと思ったけど。普通に行けたわ。はい、ドン。ウィー、開いた。これ、あ、もう宝も取ってるね。じゃあ、お疲れ様です。いや、結構難しいな。まあ、ちょっとまだ慣れてないってのもあるけど、ちょっと迷っちゃったね。ちょっと迷いまいまいだったね。いや、でも面白いわ。新鮮で。この祠の謎解き、大好きなんだよな。そして私は、あの依頼を、報酬をもらおうか。お客様と。すごいや、ありがとうございます。本当はすっごい怖かったんです。僕子供だからお金とか持ってないですか。まあ、偉いな。こんな、ちっちゃいのに、馬宿で働いてさ、お客様って言って丁寧に話して。すごいわ。そして2ポイント。めちゃくちゃもらえるじゃん。これ、ちょっと、もらっとくか。馬神の、なんか、蔵みたいな生地か。で、次は。マーロン様のご神託が得られると評判のマーロンベッド。マーロンベッド？何それ？どこでも、なんか、寝て回復できますとかそういうこと？だとしたら結構、激アツなんだけど。そしてこれたまに生えてる。これ何なんだろうな。これ切っても別にコログとかじゃないんだよな。何なのこれ。誰か教えてくんね。じゃあちょっと、井戸に、挑みますか。今の笑うとこですね。今の笑うとこですよ。皆さん。井戸に挑みますかつって。あれ何？あれ倒していい？ちょっと。張り付きトカゲ。吸盤状の手足でどんな壁でも登っていくトカゲ。煮詰めて吸着する成分を凝縮することで、滑る壁面を登りやすくなる効果。来た。俺が求めてたやつ来たぞ。ただ俺、今後なんかね、こういう滑りにくいっていう防具が手に入ると予想してるから、まあ、そこまで必要ないんじゃないかって思ってる自分はいるよ。逃がすか。早くね、お前。まず消えんの早いんだけど。なんかダメだな。ちゃんと取んないとダメだ。終わる。これで上に行くと。上行ってもどうせ井戸でしょ？繋がってるみたいな話だったから。はい。こっから出るとダメっていうことなのかな。不意打ちを狙ってくださいって言ってたからね。まあ俺のさっきの方法でいいはずではあるか。じゃあさっき青いところの洞窟も行くか。果たして俺はいつになったら監視トレデにたどり着くんでしょうか。